はい、本日ですね、こちらフリースの名品たちをずらっと並ばせていただきました。今回計7点ご紹介していくわけなんですけども、まあ色は結構派手な色があるんですけど、全部ね、ブラックもあったりするから、落ち着いたカラーもあったりはするんですけども、パタゴニアとかノースフェイスとかありますので、早速言いましょう。まずはですね、こちらズドン。ノースフェイスでございます。派手な色なんはちょっとわかってるんですけど、一回見てくださいね。はい、こちらはね、マウンテンバーサマイクロって言って、大体8月9月ぐらいの秋が始まった時に毎年販売されるんですよ。これちょっとオレンジみたいな、みかんみたいな色してますけども、今年はもうちょっと落ち着いたオレンジがあるから、僕は個人的にそっちの方が色味好きなんですけど、買った時はこれしかなかったんで購入してみました。このフリースは今回紹介する中でも最も薄着なんですよ。だから今ちょっとまだ暑いかな寒いかな、でも肌寒い時あるよねっていう時から着れるんですよね。これは一応中間着っていう位置づけなんですよ。フリースを知らない人からしたら中間着って何なんかなっていうことなんですけど、これがね、 T シャツとかロンティーっていうのがベースレイヤー、一番肌に当たる部分で、次がミドルレイヤー、これ中間着なんですね。で最後にアウターが来るっていう順番で、そのレイヤリング重ね着していきますよの時のアウターにもなるし、ミドルレイヤー中間着にもなるっていうところが、このフリースなんですけども、分かります、おじさんのフリース誰が見たいねんと。そんなモコモコしての可愛いのは大学生が着てたら可愛いけども、おじさんがモコモコして何がええねんってことなんやけど、おじさんにもモコモコ着させてください。おじさんも寒いんです。で、年とともに筋肉が減ってきて、寒さをより感じておりますので、フリースは着させてくださいっていうのをさっき冒頭に言っとくの忘れたんで言っときました。ということなんで、まあこれフリースなんですけども、だから今時期から着れて、で結構長く着れるんですよ。でそれこそ冬場とかやったら、このまま上にねマウンテンパーカーパッて羽織ったりとかすれば、結構12月から全然いけちゃうって感じなんで、まあわりかし長く着れるよねっていうこともそうやし、あと車の運転されてる方とかやったら結構薄手なんで、そんなにねかさばったりしないっていうところは非常にいいところなんですけど、これに関してはとにかく生地がちょっと安っぽいんですよ。でどう安っぽいのっていうことなんですけど、フェルトみたいな生地してるんですよ。なのでこうフリースのこう肌触りがいいとかっていうよりかは、なんかちょっとうーんっていう感じになってるので、保温力とかは全然普通にあるんですけど、ちょっと生地が残念かなっていうところがこのマウンテンバーサマイクロなんですね。まあ、値段が 14,850円っていう、ここベースで考えてくださいね。それで考えると、次のこのパタゴニア、僕いつも毎年冬になって言うけど、フリースはパタゴニアで買えっていうのがもう毎年のもう名言のように、格言のようにちょっと言わせてもらってるんやけど、ノースフェイスでフリースは買うな、パタゴニアで買えっていうのが、これノースフェイスの店員さんに怒られるかもしれんけども、僕はいつも思ってるんですよ。でフリースといえばこちらなんですね。でこれシンチラスナップティーって言って、あ、もうパタゴニアの名品中の名品ですわ。なんでそんなフリースはパタゴニアがいいのっていうと、実はフリースっていうのを開発したのはパタゴニアなんですね。そうなんやと。いつぐらい開発したんっていうと、まだ開発されてね40年ぐらいしか経ってないんですよ。で登山用にこれ開発されたっていうことで、それまで登山何着とっていうと、トレーナーっていうかスウェット着とったんですよ。でスウェット着とって、スウェットをこう着替えていくっていうスタイルやったんですけど、このフリースが完成した時に、この名前がシンチラっていう名前なんですね。だから商品名スナップティーなんですけど、シンチラスナップティーって言うんですよ。そうなんや、別にそんなことどうでもいいんですけど、シンチラって何なんかっていうと、この世界で初めてこのフリース生地のことをシンチラと言って開発したのが、このパタゴニアと、まあもう一社が合同でしたんですよ。あ、なるほど、じゃあ本家本物やからいいんですか。その通りなんです。それがなんでいいかっていうと、普通のスウェットとかやったら汗かいて濡れちゃったりしたら、やっぱりベトベトなるし、乾きも遅いしってなってくるんだけども、このフリースのいいところっていうのが、とにかく軽い、めちゃくちゃ軽いし、で乾きがめちゃくちゃ早いっていうところで、なのに保温力もあるっていうのがシンチラ、まあ、フリースのいいところなんですけども、まあ、見てもらったら分かる通り、やっぱり開発したところっていうところだけあってね、毛玉とかもめちゃくちゃなりづらいんですよ。だからパタゴニアのいいところなんなんかって言われたりしたら、やっぱり長く着ていく中で毛玉なりづらいとか、あとこう下に着てる服に繊維つく時あるじゃないですか。こうバーって抜いた時に、お前ビビるぐらいなんか毛ついてるでっていう時あるんやけど、そういうのがないんですよね。だから、まあ、フリースはちょっともう黙ってパタゴニア行きませんかと。でこれがお値段29,000円なんですよ。あ、さっきより5,000円ぐらい高なったなと。5,000円も高なったらちょっとうち家計きついよってことなんやけど、ちょっと待ってください。これね、15,000円でももちろん素晴らしいんですけども、買ってみてね、うわ毛玉いっぱいついたわとか、あ毛玉なってるわとか、もう毛が中のインナーびっしりこびりついてるわって言ったら、また買い直さなあかんなってなるじゃないですか。ってなったら結果高くなるよねっていうことなんで、ちょっと一回黙ってパタゴニア買いに行きませんかと。で僕はパタゴニアの株式を持ってるわけでもないし、まあ、回し物でも何でもないんですけども、毎年ねパタゴニアはいいんちゃうかなと。もっと言うと、値段は分かりました、ちょっと高いっていうのは分かってたんやけど、もっと安くする方法があります。なんとアウトレット価格というのがパタゴニア公式サイトの方から去年のモデルを売れ残ったやつとか出してるんですよ。でこれに関してはもう形変わってないから、もう去年のモデルでも一緒なんですよ。ただ柄とか色味とかが去年のモデルになってるから、そんなこと気にします？これ僕買ったん4年ぐらい前なんですけど、これの僕のこれ見て4年前のモデルやって分からへんじゃないですか。これに関してはずっと定番で出てるやつなんやけども、それやったらね13,000円台ぐらいで買えるんですよ。あれ話変わってきたやん、最初の15,000円より安いやん、それええやんってなってくるんだけど、ちょっと柄見てみてください。少しちょっと派手
誰かなっていう印象はあるんですけど、それでもいいなと思った人からしたらもうたまらんぐらい、これめっちゃええやんって感じだと思うので、ぜひねこのアウトレット価格はいいんじゃないかなと思います。ただね1点注意点があって、何かっていうと、あのね被るんですよこれ唯一。他のやつはフロントジッパーやからめちゃくちゃ脱ぎ着が楽なんやけど、この被る系のやつで着るときまだええんやけど、脱ぐときにね絶対お腹見えるんですよ。ギリギリ見えんかった。でこの脱ぎ着がしづらいので、ちょっとまあどうなんかなと思うんですけども、まあとは言いながら元祖でもあるし、あのキムタクも着てたってこと考えると、まあちょっと抑えときたいなっていう感じじゃないですか。まあ脱ぎ着しづらいからもう僕着てません最近はね。それが正直なことなんですけど、次がデナリジャケット。いやとは言いながらノースフェイスが僕はいい。ノースフェイスのロゴを背負って歩きたい、それでドヤ顔がしたいっていう方もいらっしゃるじゃないですか。そしたらノースフェイスで言うたら、やっぱりフリースってここに落ち着くんちゃうかなっていうのがデナリなんですよ。でデナリってね、一番最初に紹介したフリースよりちょっと肉厚なんですよ。で何でもそうじゃないですか、大は小を兼ねるんですよ。ラーメン屋でもそう、無料で大盛りできんやったら大盛りするでしょ。それと一緒でトッピングも無料やったらトッピングするじゃないですか。でそれと一緒なんで、とにかく大は小を兼ねるっていう、ちょっと肉厚なってる分切れるシーンもうちょっと長くなるんですよ。初めは遅い、10月とかからスタートになるんやけども、これ10月くらいはアウターで1枚でこんな感じで着といて、12月くらいになったらもうインナーっていうかミドルレイヤーにして、で1月2月とかやったらこの上でマウンテンパーカー羽織ったら意外といけたりするんですよ。ただこれ以上肉厚になってくるともう中間着にできないんですね、分厚すぎて。だからこれがちょうどいい塩梅なんちゃうかなということで考えると、まあ、着れるシーズンは10月から2月3月ぐらいまで着れるんかなと。ただまあ3月まで行くともう春っぽいので、フリース着てるとちょっと違和感もありますけども、10月から2月ぐらいまで、まあ、着れるんじゃないかなっていうのと、今年ちょっと可愛い色味出てたんですよ。ちょっとこっちに出てるんやけど、黄色っぽい色味、これ僕個人的には可愛いなと思って見てたんですけど、実際着こなしてるかだったらどうか分からへんけども、見てる分には可愛いなと思ったし、あとこれもノースフェイスの中で結構定番で出してるんですよ。パタゴニアでさっき言った時のシンチラ、これもう40年も前から出てますっていう話はしたんですけども、実はこのデナリジャケットも35年前から出てるんですよ。パタゴニアの中ではもちろんスナップティーもすごい有名やし、レトロエクサスのも有名なんやけども、ノースフェイスフリースというとやっぱデナリになってくるんかなっていうふうに思いますので、僕個人的にはどうしてもノースフェイスがいいですと。でもノースフェイスはなりたいですっていう人がいてるんやったら、なりちゃいますかっていう感じではねお伝えするかなと思います。で実際僕も学校の教員時代によくこれ着とったんですよ。でもうちょっと12月かなって寒くなってきたら、この上にクライムライトジャケット着るみたいなね、そういうことにすると完璧なレイヤリングなんですよ。外からの風は守れるけども、フリースって最初の開発の時のコンセプトが暖かくて通気性がいいっていうのがコンセプトなんですよ。だからめちゃくちゃ風通すんですよね。なので1枚で着てて暖かいっていうものではないので、いかにこう壁を作って風を防ぐかっていうところを考えたら、クライムライトとかで風を防いだ上で中で保温していく、クライムライトを脱ぐと、まあ、通気性がいいので蒸れにくくて暖かいっていうのがフリースの最大のメリットになってますので、まあ、その恩恵を一番受けれるんじゃないかなっていうスタイリングを僕はしてました。で今言ったフリースって暖かくて通気性いい、めっちゃ機能的やんっていうことなんですけども、逆を返すと風通すから外入れないんですよ。外に出ると寒いんですよね。もうねフリースってあったかいと思ってたけど、確かに外出てたら風通すよね。でもその問題を解決したやつが言ってるんですよね。それがですね、こちらのレトロ X ちゃんなんでございます。レトロ X ちゃんに関してはこれもパタゴニアのアイテムなんですけども、この中で唯一というかフリース界で唯一って言ってもいいぐらい、ロールキャベツ男子みたいなもんなんですよ。これって外側はフリースっぽく見えるじゃないですか。でも中全然フリースじゃないんですよね。防風のフィルム貼ってあるんですよ。なのでめちゃくちゃ外見からしたらわすごいフリースかなと思うんだけど、フリースって表面も裏面も起毛していることがフリースであったりするので、って考えたら一応これも裏面はフリースになってて起毛してるんだけど、もう裏地を貼ってしまってるから見えてないんですけども、パッと見はフリースなんだけど、実はフリースではない機能があるというか、その風もしっかり守るし、フリース独特の温かみもあるっていういうところがこのレトロ X なんですよ。だからそれをカバーしてる、フリース最大の弱点をカバーしてるっていうところで、お値段がちょっと高くなります。 35,200円ということで高くはなってくるんですけども、1着で2役できるっていうところがメリット、まあ、唯一のアウターオンリーフリース。だからこれ中間着には全くできないので、アウターとしてこう使っていく。で防風のフィルムも貼ってあるから1着で2着ができるっていうところがすごいメリットなんですけど、逆に言うと分解できないのでちょうどいい温度調節ができないんですよ。めっちゃ寒いなっていう時の紅葉見に行く時とかやったら、風ここで守ってくるでしょ。でフリースやから、うわすごいこのたった1枚でこんだけ快適なんやって思うけど、あれ今日ちょっと思ったよりも紅葉彼女と奥さんと来たけどちょっとあったかいなっていう日あるじゃないですか。ああいう時ってフリース1枚やったら暑いなと思って、もう通気性いいから湿気逃がしてくるんだけど、風通さへんから、とにかく風も熱も通さへんから、もう湿気溜まってくるんですよ。めちゃくちゃ暑いんですよね。だからそういう調節っていうのはもう全く向いてないので、便利なんやけども自分でそういうのが分かってはる人からしたらちょっと不便っていうか、それがねレトロ X になってきます。で、まあ、レトロ X に関してはもう詳しい動画以前も言ったから、まあ、もうそれはもうこれ以上喋る必要ないかなと思いますので、喋ってはもういいんやけども、いやちょっと待てよと、さっきから当たり前に2万や3万の話してるけども、1万前後の話ないんかいございます。ご安心くださいませ。だいたいフリース行ったら
からここにたどり着くっていうのがあって、日本人はねなぜかアメリカが大好きなんですよね。なんでか分からへんけども、なんか洗脳されてるんですよね。アメリカが大好きっていうことで米軍が放出してるフリースっていうのがあるんですよ。これエクワックスっていう、まあ、システムなんですけども、前は米軍のフリースっていうことです。でこの米軍のフリースが一応第一世代モデル、そして第三世代モデルっていうのがあって、もう今第一世代はあんまりないんかな。この第一世代モデルはねよう考えられてて、この辺ナイロンでねリュック背負っても大丈夫やし、他のフリースのところに関してはポーラテックっていう生地を使われてて、ポーラテックってなんか聞いたことあんなって感じだけど、さっき言いましたよね、フリース作ったんってパタゴニアともう一社ありましたよって言って、このもう一社が自社だけで作ったもう一個新チラよりいいやつ作ろうって言ったのがこのポーラテックなんですよ。なるほど、じゃあフリースの生みの親が作った最強のフリースってことね。それでバッチリです、その認識でバッチリで。そうなんですけども、これに関しては第一世代でこれ S 今着てるんやけども、ここにねベンチレーションがついてたりして、フリースが通気性いいんやけど、さらにそれを良くしてるっていう機能があったりとか、さすが米軍ですよね。他にもダブルジップになってるので、フリースでは結構シングルファスナーが多い中、下も開けれるっていうね。でこれいつ下開けんねんって話なんやけども、例えばこの上にマウンテンパーカー来たりした時とかに、ちょっと暑いなと思ったら下からヒュッて開けて、こっちも下から開けたらちょっと胴回りが涼しくなったりで、首回りが暑い時は逆に上だけヒュッて開けたら OK っていう風になってるんですけど、この第一世代のさもうほぼほぼ見えへんかもしれないですね。で値段大体どれぐらいって言ったら、大体1万円台とか1万円切るぐらいで買えたりできるんですよ。ほとんどの方が多分見てるのっていうのがこっちなんですよね、第三世代の方。この第三世代の方っていうのは皆さんパッて見た人が分かったと思います。この第一世代をよりシンプルにした感じなんですけども、いかんせんおじいちゃんみたいな色してるんですよ。これじいさんやないけど、わしじいさんちゃうぜってことなんやけど、ちょっと僕ねサイズ大きいですけど、これ L サイズで着用していきます。でこれも同様に最高のフリースポーラテックが使われてて、でポーラテック何がいいのっていうと、パタゴニアのやつとかでもそもそも毛玉できんのに、もっと毛玉できないんですよ。さらにいてもっと毛足の長い、こう質の高いというか、より気持ちいいような素材とかが使われてるとかっていうのがバリエーションが多いんですけど、それがねこのポーラテックで、ポーラテックっていう生地だけでももう何十種類ってあるんですよ。でそのうちのこれは毛足の長いタイプなんですけど、以前もねパタゴニアは使ってたんですよ。この R2 って言ってもう廃盤になったモデルなんですけど、まあそれもまた紹介しますので、そんなことになってたんだけども、まあ今もねこれは使われてて、僕見たサイトで、まあ、一番多分信用性高いのって、これ偽物も結構あるんですよ。信用性高いのって言ったら九州のワイパーさんっていうところが信用高いんちゃうかなと思います。でも一応それもリンク下に貼っとくんですけども、まあ、そこは実際買い付け行って、まあ、これ米軍で放出されてるから、要は新品のやつもあるけど、まあ、中古のやつというか、まあ、米軍さんが来た後とかにこう着るっていう感じがあったりするんですけど、これ完全にね、ここの僕パーソナルカラーの資格持ってるんだけども、完全にこれ秋の人じゃないと着れないんですよ。この色味って僕以上秋なんですよね。だから苦手な色じゃないんですよ。だから全然着ようと思ったら着れるし、何人か視聴者さんにねこれ僕動画紹介したのがもう4年5年ぐらい前で紹介したことあるんやけど、その時に拓蔵さんの見てええなと思って買ったんやけど、僕着たらおじいちゃんみたいになったんですって言う人やけど、年いってるからとかじゃなくて、そもそも似合うカラーがこのカラーむずいんですよね。でもう一個コヨーテっていう色もあるんやけど、それもパーソナルカラー秋の人なんですよ。だから秋の人しか着れないのがこのエクワックスなんですよね。これに関しては、まあ、1万円切るぐらいとかで売ってたりするんですよ。買い付ける人によって値段違うから、その買い付ける時にいっぱい買い付ける人は多分安く仕入れれると思うけど、ほんまに10点とかしか買わへん人とかって多分割高で買ってると思うので、実際販売価格も1万後半とか2万円とかになってるところもあったりするんですけど、まあとにかく高機能、これ軍で採用してるから、まあ、ここにねワッペンつけるとこがあったりして、これってあの階級とかつけるとこあるんですよ、まあ、あなたは第3階級みたいなあるじゃないですか。まあ僕おそらくそんな階級だったら下っ端中の下っ端ですわ。お前なんかジュースでも買ってこいと、ヘイって言って買ってくるような下っ端なんですけども、まあ、そういう階級を貼るようなバッジとか貼るようなやつがあったりするんですけど、それがほんまにシンプル、もう何にもない。でそれでいてフリースの生地としては上質なんで、みんなここは通るんですよ。もうまあみんな通ってますよね。パタゴニアのサイズ来た、はい、じゃあエクワックスも通ります。でなんで未だにこれが多いかっていうと、もうポーラテックを使ってるところが非常に少ないから、もうないから、だからもうここ通るしかないっていう、ポーラテックが欲しければエクワックスを通れっていう名言がね確か2019年ぐらいに出たんちゃうかなっていうぐらい、ポーラテックを知りたければエクワックスを通れっていうね格言が出たのが多分その辺やったかなと思います。で次がですね R2 に行きたいんですけども、これ R2 全く同じ型なんやけども、モデルが変わりました。赤の方がね、うわ赤俺ダサいから嫌やばっていう人は関係なく、ちょっと見てね、生地がこのふわふわってしてるやつなんですけど、これがねさっき言ったそうポーラテックの生地なんですよ。でこっちに関してはもうポーラテックじゃなくなったんですね。でそんなことはなぜしてるのかっていうとですね、僕自身もこの生地使ってるんですけど、この最初に冒頭で着とったやつとかなんですけど、この生地ねめちゃくちゃ高いんですよ。普通のフリースの4倍5倍とか平気でするんですよね。でまあ例えばですよ、この中のどのアイテムとは言わんけども、1メーター買うとき、生地を1メーター買うときに、まあ、500円やという生地があったとします、この中にね。だけどこのポーラテックのこの生地に関しては、まあ、1メーター4000円とかだからもう8倍とかしたりするんですけど、まあ、コストが合わんくなってくるんですよ。要は何が言いたいかというと、状態を上げるしかなくなっちゃうから、まあ、その代わり生地とかじゃなくて性能でカバーしていこうじゃないか、それがね R2 なんですよ。でこれ登山とかで使うようやから
から結構スリムに作られてて、多分中間着として一番使いやすいのはこれちゃいます。もう多分見たら分かるじゃないですか、めっちゃ細く作られてるから、この上に着てもかさばるというか動きにくいとかっていうのもないし、それでいて毛玉がなりにくいように、この表地の方に関してはつるんとした生地を配置して裏側にフリースをやってるんですよ。僕らの体温ってこう裏側に生地が当たるじゃないですか。だからここでしっかり保温して、表に関してはあえて起毛させる必要ないよねっていう、めちゃくちゃ無駄を省いたフリースに仕上がってるんですよね。あ、なるほどねと。だから言ったパタゴニアのレトロ X、 これ逆ですわ。レトロ X 外がロールキャベツ男子やったじゃないですか。でもこれは逆って言ったら何なんの？肉食に見せかけた草食系って誰なんやろ、分からんけども、ライオンに見せかけた、ちょっと出ない、分からないけども、まあそういうことになってます。だから意外とレイヤリングする人とかやったら、まあ登山の人よく使ってますけども、アスリートとかスポーツとかで使う方はいいんじゃないかなと思いますし、まあ毛玉にもなりづらかったりするっていうところはあります。ただ街中で着るって言ったら、ちょっとこのサイズ感というか、このシルエットって最近ちょっとあんま見ないので、ちょっと街中ではどうなんかなとかって思ったりはするんですけども、まあこの R2 もね非常に名品ですよね。 R1 とかもあったりして、あのヨーグルトの話ではないんですけども、 R1 っていうのもあったりはするんですね。ただまあどっちかって言ったらこのヨーグルトじゃない方の方がまあ人気あったんで、今回こちらでご紹介させていただいたということになっております。で最後がですね、これも一時はもう爆発的です、手に入らへんかったんやけども、まあ、今はそんなことなくなったけども、トランスアンタークティカフリースっていうのがあるんですね。でこれがお値段が先言います、 36,200円ということで、今回の中で一番高いんですよ。一番高いんやけども、これはねとにかく着る人を選ぶ、バチッと決まればめちゃくちゃかっこいい、でもバチッと決まらへんかったらもうなんかぬいぐるみみたいになる。だからそこだけ気をつけてほしいんですけど、もともとはこれやったんですよ。でこれの時がもう手に入らない、入らない。でもっと言うと、僕これの前の年のやつは持ってないんですけど、それはポーラテックでこれやったんですよ。全く同じ形でポーラテックやったんですよ。もうそれはねもう手に入らへんどころか、もうシュプリームの一時の人気の時みたいな感じで、もうどうやったって手に入らへんや感じだったんやけども、それが変化してポーラテックやめました。へえ、ポーラテックやめたんかってなった瞬間に、次ねこんな感じになったんですよ。まあ、NASA の隊員みたいになってね、宇宙に行く NASA の隊員みたいになってて、僕は行けてないから似合ってないんやけども、これ似合ってる人来たらすごいかっこいいんですよ。でも公式サイトのやつ見てる人はゴーグルバシーン決めてね、こんな感じでオールバックでやってるのあったけど、めっちゃかっこいいやんと思って、こういう若い人が着るとかっこいい、もしくは年いっててもかっこいい人が着るとかっこいいんやけど、僕が着るとこれも完全に NASA なんですよ。アルマゲドンになってるんですね。だからアルマゲドンフリースになりたくない方はやっぱブラック選ばれた方がいいんかなとは思うんですけど、ただこれね襟も結構高いんですよ。だからちょっと首が長いとかね、で僕も一応首長い系ではやらせてもらってるんやけど、それでもちょっと術後と言いますか、脊髄の手術でもしたんですかっていうような首になっちゃうっていうことなんで、まあ、ちょっと首が短いよという方はね、自己申告していただいて、これはちょっと遠慮した方がいいかもしれないです。で背中見てもらうと分かるんですけど、背中見てください、ほらやっぱりNASAやんけと、まあ、宇宙行くつもりやんけってなりますので、もちろんそんなつもりはないですし、そんなお金もないっていうことなんで、まあ、この間ねたまたま新幹線で前澤社長をねお見かけさせていただいて、あ前澤社長やと思って、あばよくは宇宙連れて行ってもらえるかなと思ったけども、全く目も合うことなく、過ぎていったんですけども、やっぱりねすごいオーラを放っておりました。まあそんなことは関係ないんですけど、もう一個旧型のやつに関しては襟も高いんですけど、これね柔らかいんですよ。だからそんなサポーターっていう かそんな感じにはならないので、意外とねこれは人気あったりしたんですけど、まあ、いろんな歴史があるわけなんですね。えポーラテックやってんやん。もっと言うと一番最初のマウンテンバーサマイクロもポーラテックやったんですよ。それもっと言うとデナリジャケットもポーラテックやったんですよ。いかにこのポーラテックがなくなっていったかっていうね。でポーラテックなくなったから僕個人的にポーラテック欲しいから、ちょっとこのエクワックスもいいんやけど、これも完全秋の人しか似合わへんやんと。でも黒とかブラウンとかカーキとかで落ち着いた色味でええのないかなってなった時に、まあ、ちょっとここから宣伝させてもらいたいんですけども、こんな感じですよね。ここにポーラテックのロゴ入れてますけども、まあ、極力シンプルでちょっと今っぽいシルエット、あまりパツパツすぎず、あまりボヤボヤすぎず、まあ、フリースのいいところっていうのは保温力があって通気性があるので、まあ、そこを前面に出しながらできひんかなっていうことで作らせていただきました。だからポーラテック使ってね、これ生地屋さんから仕入れてて、この生地屋さんがいつも言われるんですよ、タクゾさんポーラテックのこの生地使って、まあ、3万円台で売ってんのって正直めちゃくちゃコスト合ってないですよって言われるんですけど、まあ、僕の場合はね中間業者倒産でやってるから、まあ、そのあたりはまあ気にせず全然いいかなっていうことでやらせていただいております。だから実際問題多分結構このフリースね販売したら売れるんですよ。で売れる理由って多分ないからなんですよね。でないからどうしてもここで買うしかないっていうことで、まあ、消去法で選んでいただいてるのかなっていうのがまあ僕の個人的な感想なんやけども、まあ、そういったことでフリースっていうのがあります。でただポーラテックなんてどうでも
いっていう人もいてるじゃないですか。だからポーラテックはあんま気にしないっていうことであれば、結構ね選ぶ選択肢ってガッて増えてくるんですよ。ポーラテックになってくると結構限られてくる。それこそジャケットとかでも5万とか10万するようなブランドさんとかやったらポーラテック使うこともあるんですけども、普通の、まあ、この辺のアウトドアブランドでってなってくると、もう今やほぼ使ってるところはないので、まあ、エクワックスでオータムの人、パーソナルカラーが秋の人は非常にいいかなと思うし、で秋か秋じゃないかって何でわかるかというと、髪の毛が金が似合う人、こういうメッシュとかが入れても似合う人とかはもう秋なんですよ完全に。まあ、僕ら大好きなキムタクとか、キムタクが似合ってるから着ようと思ったりしたら全然自分に似合わへん時あるじゃないですか。あれってまあ色味がやっぱり違う、自分に似合う色味と有名な人が色味がちょっと違うっていうことがあったりするので、ブルーなんかそうですね、僕ブルー全く似合わへんから、さっきのはナサンを一緒になったじゃないですか。はい、ということでね、フリースの紹介ということになっておりました。ここまでちょっとこだてないという人に関しては、正直もう一個下げてユニクロまで行っちゃってもいいんちゃうかなと思うんですよ。なんか中途半端な1万円台のよく分からへんフリース買うぐらいやったら、正直ユニクロの3000円とかのフリースと多分生地には変わらないんですね。生地的には生地の値段は変わらへんけど、あとは店舗代とかスタッフの人件費とか、まあそういうところで高くなってるだけなんで、まあ2万円超えてくるとそれはユニクロとの差は出てくるんですけど、あとはねどこにこう重きを置くかってことやと思うので、レイヤリングしたい、重ね着していきたいってことは R2 のがいいかなと思うし、いや重ね着したくなくて外にガンと迫力派手に見せたいって方はトランスアンタークティカパーカーみたいなフリースを着ることがいいかなと思うし、いやもう1枚で全部完結したいってことはレトレックスとかがいいかなと思うし、いやノースフェイスでもうフリースがええねんって方はデナリがいいかなと思いますので、まあ、その辺を見ながらね購入されるのがいいかなということで、本日はですねフリースのまあいろいろお話しさせていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。